どうも、こんばんは、エヌです。今回は、東京グールダークを、ついに実況プレイ始めていきたいと思います。前々からやろうやろうと言ってて、全然手を出してなかったんで、まあ、これを機に始めようかなと思います。では行きましょう。これはあれかな、地下での特訓シーンかな、ヨモさんと。まずここでチュートリアルかな。まあ、CCG って言ってるから、まあ、鳩のことを説明してもらってるんだろうね。これね、あの前に実況した中国版の、東京グールのゲームと、まあ、操作性は基本的に同じだと思うね。 HP バーが上に表示されてる自分のやつもあったっけな、向こう側にも、中国側の方にも。まずヨモさんと戦う。まずこれがパンチボタン。おっと待って、パンチが遅いパンチが遅いぞ。でも俺全然食らってないや。カグネ、あれ3匹並んでるんだけど、前に急に。お、動きはちょっと遅めだね。マスタースキルだって。なるほど、範囲攻撃か。まずはこのカグネの攻撃を使ってヨモさんを倒していく。これ何？あ、なんかチャージ溜めてる。え、ひなみちゃんじゃん。あ、ひなみ出てきた。しかもトウカも出てきてるし、なんか序盤から急に混戦になってきたんだけど。あ、味方か。なるほど、これでキャラクターを入れ替えつつ。あ、なるほどね。おお、すごい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 。今トウカめちゃくちゃベイブレードみたいに縦回転してたんだけど。あ、なるほど。おっと、この 3D のモデルが背中を向けてる俺に、なんかアニメーションが始まった。インボケのさ、あれ似てるよね、 3D モデルに。お、カグネ出た。これちゃんとあれなのかな、バックは、このバックの背景は東京なのかな。名前はエネームで。伊藤さんじゃん。これさ、見えてるかわかんないけど、背景雪がちらついてる、すげえ綺麗なんだけど、クオリティ高くね、背景の。まずはガシャっぽいな。え、何が当たりなんだろう。多分これね、 RE のキャラいないんだよね。 VIP って何？ Go to VIP ドロー。何が当たりなんだろう。ムカデとか多分いるよね。お、トウカじゃん。ムカデとか使いたいな。で、次チームを組むので、まあここら辺は普通のゲームのチュートリアルと一緒だね。で、トウカを選んで、あ、装備品とかいろいろあるね。しかも結構細かく、足とか腕とか頭とか。で、まずはストーリーを進めていくと。まあ、多分操作的にはほぼほぼ一緒。あのスキル配置のボタンね、スキルボタンの配置とかをこう変えれたらいいんだけど。まずはこれいいね。ちょっとトーカでいこうか。おお、ちゃんとあれが、うかくのあれが出てんじゃん。トーカでちょっと行ってみていい？第1回だけど、金気を使わないと。おお、なんか早いぞ、今。一気に走っていったぞ。これは？
これが縦回転か。一番左下のスキルボタンが縦回転で迂闊を撒き散らしながら相手に攻撃に。で2個目がね多分突進だと思うんだよな。これがほらほらほら、あのコルトイグジストのトーカの必殺技みたいな。 I want you。 カグネの感じはねこっちの方がリアルだと思う。あと動くスピードも、中国の方の東京グルのゲームはなんかもう連打したら連打した分だけザザザザザザザみたいな感じだったけど、こっちは結構動きが遅くてリアルチック。おら、いいよ。ザコは一発死ぬ。そしてリゼもこれで金木に切り替えよう。金木に切り替えてスキルを使っていく。ザン、はい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 、オッケー。ちゃんとアニメも入るんだろう。しかもあれだわ、あの海外版の吹き替えだ。お、アイテムが手に入った。これちょっとあれだな、石をがっつり貯めてなんか最高リアリティのキャラ一体引いときたいな。これ後々きつくなってくるんだろうか。おっと、もう境界ですか。もう境界てか、あとスキル1個解放できるんだけど、まだ解放されてないな。これが何、ボスみたいなやつか。もう全然僕説明読まない派なんで。そんなにね、あのプレイスキルとかいらないと思う、これ。この手のゲームはコマンド系のバトル、まあインボケはコマンドではないけど、あれはなんとなくスキル使う順番とか必要だけど、この手のゲームは逃げ回れるからそんなにプレイスキルは求められてないと思うんだけど。よいしょい。あ、でも囲まれるとゴリゴリ削られるな。どうかに切り替えよう。はい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 。あれだわ、さっさとチュートリアルを終わらしてガシャを引きて。俺は多分プレゼントボックスとかにいっぱいあるんでしょ。さあ装備品、まずはグローブをつけて、これでステータスが上がったと思われる。で強化して、なるほど。これあれか、アモンかな。違う、え、誰。ヒナミかと思ったら、え、誰、違う、誰だ。うん、誰だ。しかもちょっと可愛いっていう。護衛かな、護衛任務的なやつかな。めっちゃ来る、え、めっちゃ来る、やば。一気に青木にめちゃくちゃ来るからびっくりするから。はい。あ、これめっちゃ強い。金木のスキル1めちゃくちゃ強い。金木自体が強いのか、これ。あのグローブつけてから火力上がってないグローブごときで、おら。あ、ちょっとヒットが甘かった。Cut it out, idiot!お前そんな声やっけ。あの吹き替えでは、あれ向こうではこんな声なのかな。あ、敵じゃん。なんだよお前敵が。おらー。吹き飛んだ。やばい、来るぞ攻撃が。なるほど、こっちのゲームでもちゃんと相手の攻撃は危険箇所が見えるんだ。なるほどね。いや、3つ目のスキルは多分ガチの必殺技っぽいやつだから早く解放したいな。中国版の方ではカットインが入ってたかな。ああいうかっこいい演出が見たい。
チーム。これ何？これはキャラ自体の強化か？アップグレード。スキルだね。ニュースキル。やばい。全然ガシャを引かせてくれない。俺ちょっとガシャを引いて締めたいんだけど。あ、スタミナはコーヒーか。あ、あそこなんか光ってるぞ。多分アイテムだろう。邪魔！ほら！オッケーオッケーオッケー。ちょっと、蛇行的は10日にな、やばい！うい！あ、強いぞ。硬くなってる。着実に敵も硬くなってる。ちょっと、あ、まあ、これマネー系か？それとも、スキルの溜まりやすさが、そうなると感じる。この赤い玉が、キュインキュインってきた瞬間に、あ、3つ目のスキル出てる！おい！カットインとか何もなく普通のスキルだったな。カグネを束ねて相手にぶち込むとかそういう感じだったな。待て、これ何が溜まってるんだ。このフェンスがちょっと邪魔で見えにくいな。これもあれか、ステージの一つなのか。特徴の何か1個のステージで短いね。そこまで敵はがっつり出てくるわけでもないし、10体20体ぐらいで終わっちゃうな。銃像が使いてんだよな。お、これもピース制度。ピースが集まればキャラを解放できますよみたいな。まあそのピースを集めるのが大変なんだろうけど。あ、でもアモンアンロックできたよ。同時も持ってんじゃん。これでレベルアップしたのかな。レベル5、レベル、いきなりレベル5までアップグレードさせて、レベル2、あ、レア度が2になったね。最初1の状態で解放したんだね。そしてチームにアモンを入れると。これ3人までかな、チームを。なんか、下にもう3人入れれるけど、多分あれはサブチームか何かなのかな。あ、ガシャ引けるじゃん。ちょっとガシャ引こうぜ、じゃあ。これ何？アニバーサリーだ。あ、この金木欲しい。白金木欲しいんだけど。これはあれなのかな。取れない。あ、取れた取れた。ちょっと反応が悪かったね。これも取れるでしょ。オッケー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 。ちょっとガシャを回したいけど、石200じゃ回せないよね。あ、フリーで1回、1日1回フリーで弾けるの。この Go to VIP ってやんだ。SSR ヒーロー。これ絶対、何？一回手に、一個手に入るってこと？かわいい！は？かわいすぎるんだが。あ、ムカデいる！ちょっと待って。え、ムカデ見れないのこれ。ちょ、見せてよ。あ、2D と 3D キャラ。え？なんだこのゲームは。最高のゲームじゃないか。おい、2D のあるんだ。俺 3D だっかと思ったら。ちゃんと 2D のイラストもあるぜ。おい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 。なんだこれ、ちょっと。あ、もう、うわ！お、これ待って、インボケの 3D モデルよりいいんじゃないか？普通に。え、めっちゃいいやん。ムカデだ。あ、まあ、ムカデはでもインボケの方がいいよね。お前、ちょっとあれじゃん。腰曲がった、腰曲がったおじいちゃんみたいな。腰が曲がったおじいちゃんみたいなよ。あ、ちょっと指、なんかちょっとさ、頭狂ってるようなね、あれにしてほしかったよね。え、すごい。しかもこの SSR のさ、何、赤い文字で書かれてるやつと金色の文字で書かれてる SSR のあれは違いは何なんだろう。あ、月山だ。顔やば。顔やばすぎ。え、めっちゃいいじゃん。ちょ、鋳造のあれはいないのかな。俺、鋳造大好きだからさ、っていうか、やばすぎなんだが、このなんか、かわいいうさちゃんひなみ欲しいんだけど、2D のイラスト、え、めっちゃいいやん。うわ、かっけえ！見てこれ。アモンの 2D のイラスト。最高か？狡猾であることだよ、アモンくん。あ、ムカデ。なんかムカデちょっとあれだね。でも、カグネバカかっけえ。普通のカネキのさ、リゼのカグネと、このムカデのカグネを一緒に出したら8本ぐらい出すじゃん。8本も出さないよ。6本ぐらい出すじゃん。あん時の欲しいよね、ムカデ。あんなもじゃもじゃ生やせねえのかな。これ欲しい。でも、あ、
一回、いや弾けねえわこれ。ちょっとフリー一回弾いてみようか。滝沢だ。この頃の 滝沢ってなんかもうオールしか思い浮かばないんだから。んで、どうしよっかな。石どっかにあればいいんだけど、あ、ボックスじゃんとあるじゃん。俺ないのかと思ったら、なんかガシャチケットみたいなの受け取れた？もしかして今。あ、ひなみもあれか、この制度なんだ。あれ、じゃあガチャ、さっきのガチャは何なんだ。ちょっと待って、引きたいムカデ引きたいんだけど。これはミッション的なあれだな。え、なんか今さ、石300個になったじゃん。ムカデ引けるんじゃないこれ。この、あ、待って、何これ。おい、暴走新たプロとつけたお前、篠原と黒岩いるじゃん。あ、でも SSR めちゃくちゃいるじゃん。お、すごい。え、待って、このイラストやばすぎ。ちょっとまたこれ、イラストとかじっくり見たいな。この Go to VIP ドローってやつ、ちょっと一回引いてみようか。石の溜まりやすさとか全然わかんないけど。行くぜ。なんだこれ。金色だ。いいんじゃないこれ。SSR じゃない。お、虹色光ってるよ。お前、虹色に光ったやんけ。お前、虹色に光ったやんけ、さっき。あ、これなんだ。これはこれも一回無料で弾けるね。まあ、ノーマルって書いてるから、これはフレンドガシャ的なやつかな。なんかあれだね、いっぱい これコインで弾けるのか。なるほど。てかまたあれだわ、無料チケットがあるから普通のガシャ弾こう。プレミアムガシャ的なやつか。なんかちょっと演出違う？そんなことなかったわ。平子さんだ。もう一回弾こう。お、黄色光ってるよ。これ来るんじゃない ?SSR。まさか？なんか演出の違いがよくわからんわ。演出の違いがよくわからん。いや、とりあえずなんか、欲しいね。SSR1 枚欲しいから、また頑張って石貯めて、ちょっとガシャ弾く動画を上げよう。うん。ということで、今回は、東京グルーダークウォーの実況プレイでした。またちょくちょく上げていくと思うんで、よかったら見てください。というわけで、お疲れ様でした。